今日女子会ということで、大倉さんと陣内さんを、はい、敵に回してそうですよ、女子トークを広げていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。突然の呼び捨て？お、そう。はい。普段武井さんとか恵美ちゃんとか呼んでた人が急に、はい。なんか真剣に仕事していて、じゃあパッと目がたまたまあって、でニコって笑ってくる。ああいいね。うっかりこう触っちゃった時でも、うん、もう男性は、うん、あーって思われてるんじゃないかって。なんか燃え袖とかしててもこれが可愛いんでしょってやってる感じがもうちょっと怖い。あ、なるほどね。だからあえてしないっていうこと。できない。なんか絶対そう思われてると思うと緊張しちゃいますね。今散々話したように胸キュンシーンはたくさん出てくるんですけど、最後クライマックスは本当に感動するラブストーリーになっています。ぜひ劇場で見てほしいなと思います。お願いします。